まあ、真空管っていうのは、まあとにかくまずはあれですね、青梅ぐらいなんですよ。電気をいっぱい使うんです、それから非常に高い高電圧でないと動作しないんですよね。そこに行くとトランジスタっていうのはね、低電圧だし電気は使わないし、あらゆる点でトランジスタの方が優れてますよね。楽器の場合はその音楽を、つまり音を作るんですよね。つまり忠実に音を再生する役目じゃないんですよね。そうすると人間の弾く感性とか何か思ったことがのレスポンスが真空管の方が何ていうかポンと届くと、気持ちがですね、一番分かるのはやっぱりプレイヤーが弾いた時の感じだと思うんですよね。客観的にやるのはあれなんですけど、気持ちが伝わるっていうような意味で真空管のサウンドがね、ここまで来たんでしょうね。VFD っていう表示管があるんです。中の原理は全く同じなんですよね。今回うちとね共同開発しました塗竹油性電子さん、これで真空管作りたいんですよって言ったらね、まあでもちゃんとね対応していただけまして、塗竹さんにはね。そういうわけで目で確認する装置なんですけれども、原理が、真空管と同じだからですね、これは増幅できるんじゃないかと思ってですね、できるっていう、とにかく増幅できるっていう確信はありました。真空管前とした音にはなってると思いますね。一世代に数十個から数百個、100個ぐらいは試作しているので、それを6回繰り返していて、試行錯誤の上に完成していったに近いですね。で、ただミュージシャンにある程度こう、音の評価をしてもらいながら、こっちの傾向の方がいいねっていうところでこう選んでいくうちに、ああいう風になっていったっていう、もともとこの真空管のこの音にしようっていう考えは全くない。逆にそうすると同じものしかできないので、それじゃ意味がないというのもあるので、やはり省電力であるっていうところと、低電圧で動くという、2つ小さいというところなんですよね。省電力っていうのは、12X7 の 2% ぐらいの消費電力で動きますので、今まで、例えばギターエフェクターなんかで 12X7 使おうと思うと結構電池で動かすのは難しかったりするんですけど、YouTube だと平気で動かすことできますし、それは電圧も一緒なんですけど、小圧とかしないでも電池の電圧だけで真空管の音が楽しめるというところで、 YouTube の場合は低い電圧で動かしても歪み方が丸いというかですね、真空管そのものの歪み方をするので、電圧は低くても真空管の音はすると思います。最初はギターアンプとストンプボックス、ディストーションオーバードライブ、かなり歪むものと、ギターアンプは 30W の真空管の音のするギターアンプ、そこから始まって、ギター関連の商品では 1U の、プリアンプラック、その他に、オーディオ関係でヘッドホンアンプ、その後、オーディオアンプ、通常のヘッドホンアンプではなくてオーディオアンプも開発し、そういったものを開発してきました。超小型のギターアンプっていう企画があったんですが、その YouTube の魅力を最大限引き出せるような小型アンプとして製品化しようと。 YouTube は真空管ギターアンプにおけるパワー感に近いような、サウンドのイメージがあるんですが、この YouTube を回路的には最終段の方に持ってきまして、そこを大きな振幅で、強力にドライブするという回路を組んでいます。なので、レスポンスとしては実際の真空管ギターアンプに近いということになっています。その MV50 を見ていただけると、結構その奇抜なデザインになってるんですが、
このデザインができたのも YouTube の小型さ、またその YouTube は、消費電力が少ないので、このアンプで、パワーアンプとしては 50W の出力が取れるということになっています。その自分自身も、多数ギターアンプを所有したり、まあ、だいぶその真空管ギターアンプが好きなんですが、やっぱりものすごい重いと、重くてでかい。そこをこの MV50 でそこの壁を崩したと思っています。今回 MV50 は、まあ、こういった可能な限り小さいパッケージに、全て その魅力を凝縮して、詰め込んだんですが、まあ、YouTube をまたその2本3本と使っていけば、さらに真空管らしい音が、得られるギターアンプが開発できると思ってます。今でも現実に、社内でやって製品化したのは、まあ、これはアンプ増幅器ですね。一番まあオーソドックスな方法ですよね。ところが真空管っていうのは別に増幅じゃなくてもいいんですよね。発信もできるんですよ。ということは、そういったアンプじゃなくても楽器ができるはずなんですよね。エフェクターは当然のこと、あの違ったところにいよいよ応用できたらなと思います。